リアラボです。えー、昨日ですね、えー、上田パンキン、岡山にあるですね、上田パンキンの、えー、上田博之社長のですね、えー、にですね、えー、この、岡山県産シャインマスカット、ハレオ、いただきました。えーえー、とてもとても美味しそうなんですね。シャインマスカットの美味しい食べ方、えー、そのまま食べろと。<laughs> で、ハレオっていうのはその、岡山県から出荷される、えシャインマスカットに付けられる名前なんそうですね。ハレの国、えー、岡山で取れたということで、早速じゃあちょっと、このハレオ、おこにございます。 ねなんか写真が実体化したみたいでしょいただきます。シャインマスカットですよ。うん。甘いし。と良い酸味。うん。素晴らしいね。もう一ついただきましょうかね。何なんですかこのシャインマスカットって。うーん。 まあ僕も子供の頃からぶどう好きで食べてきましたがねここ何年かシャインマスカットが随分市場であの人気ですけどやっぱりこれは異オだね <laughs> 6粒あります <laughs> いやーシャインマスカット素晴らしいなうんこの香りのね原因物質ってのは スカスも1000種類あるわけですから。これ、シャインマスカットの、4つ分目 <laughs>。シャインマスカットのこの、独特の風味っていうのは、やっぱり、いろんな要素が入ってるんでしょうね。あ、そう。うん。皮ごと食べられるってことで、もう最初の歯ごたえ、あの、皮が、プチッてはじけて、あの、中のね、果汁、果肉が、 濃度に入っていくるけど、この二段階のこのね、最初にちょっとこう軽い歯応えがあるっていうのが、このシャインマースカット何なんとも言えない、谷崎潤一郎的な、官能的氷やでしょうね。うん。うん。やっぱりこれは氷屋界の総合芸術と言っても過言ではないでしょう。それに最後の一粒になってしまいました。ということで、植田清之社長ありがとうございました。えー、あれをね。 今年もなんか、あの、様々なところで皆さんがこのシャイマスカット美味しい美味しいって食べるんでしょうね。コーディアの総合芸術、それが岡山のシャイマスカットハリウでございます。うん。美味しかった。コーディアラブでした。一。